昨日のオトリンゴさんのツイートネストの続きですけどね、5曲目のクラスルームからですけもう完全に坂本龍一から自立した音楽世界って感じがしますよね。
次の曲はかなり暗めの曲ですけどね。なんかめまいを覚えるような曲ですよね。ちょっと言葉が出ない感じですけどね。
曲ずつということで5曲目から8曲まで来ましたけど、もうちょっと僕が余計な言葉を補う必要はありませんね。まあ、1枚目の方がむしろこう分かりにくいとか難解だったのかもしれませんけど、すごくこの2枚目のアルバムでより分かりやすい形で才能がこう開花したというかね。まあ見た感じすごくね、こうそんなにこうたくましい感じの女性ではないですけれども、音楽自体の持ってる力っていうのはものすごく強いものがあると僕は思いますけどね。まあ、これはもうピアノが異常にうまいとかそういう話ではないと思うんですけどね、もっとこう総合的な話で、まあ少女のようなボーカルで、まあものすごいテクニックのピアノで、曲自体もすごくいいですしね。まあ、僕はコトリンゴさんにこう深入りするまではこう女性ミュージシャンとしてはウーアをよく聴いてたんですけど、まあ聴くのやめたわけじゃないんですけど、少しこうシフトしてコトリンゴさんの方を重点的にというかそういう風に移っていったんですけどね。まあウーアはまあこうね、やっぱり決定的な才能っていう感じもしましたけど、まあ人間的にはねウーアの方がすごくたくましい女性という感じしますけど、こうむしろ音楽的にはコトリンゴさんの方が才能が上なんじゃないかとか思ったりね、まあいろいろ思うとこありましたけど、こんなところでちょっと一旦切ろうと思います。